山田優輝を下してベスト8に登ってきた北条優太、山本信弘を倒してベスト8に登ってきた平田との対決。お互い沖縄ですよね。平部選手は宮古島ですかね。大城優太は沖縄本島ですね。残りですね。嫌な数字ですよね。さあアレンジ1本入れるのか、入れずにトライ。なかなか枠に入ってこないですね。大城選手枠に入ったらね、大城選手トリプル力があるので決めてくるんですけど、なかなかね枠に入れちゃいますね。
そして、うわー、この辺ですよね、捉えてきますね。このなんていうんですかね、ギルドとハイドとか、良かったり悪かったりの繰り返しですけどね。決めてきましたビッグランド。クリケットを押収したキープ。TV 今日来てる、来てまんがな。今話してまんがな。さあこれ隣のボードってどんな感じになってるんですか。その隣のボードはどうなんですか。隣両サイド佐藤霞、大城あかり、そして大野里知花、上原選手、上里選手ですね。お互い先行キープだから、セブンマーク。はい、さあここでセブンマーク迫る。おしゃれだ。タソも気になる、王子も気になる、佐藤霞も気になる、上里選手も気になる。無難にまとめる。沖縄で埋め尽くす。そしてなんかね、良かったり悪かったり、まあ大城雄太の代名詞みたいな感じですけどね。こういうところも2人似てますよね。沖縄ダーツはちょっと似てますよね。いい時と悪い時が訪れるみたいな。でも見事な攻撃力で、うわすげえ応援がすごいね。うわーみたいな、おしゃーおしゃーおしゃーみたいな感じのね、すごいすごい。これ 2-2?
もね人気ありましたからね、はい、上里選手はちょっと沖縄の流れとちょっと違う感じしますけどね、なんかちょっとはにかんだ感じ。さあお互い先行のレイクをキープして、これから大城雄太先行のでもなんか今大城雄太なんか手振ればなんか入りそうみたいな顔してましたけどね、俺やれるかもみたいな、俺やれんじゃねえさーみたいな。なんかそんなイメージが出てきました。なんかね、金ひねって。なんかこう、なんかよみがえる4年前とかね、5年前の大城雄太になってますけどね。昔は浅田聖吾とため張ってましたもんね。沖縄といえば大石選手もいたね。さあここでトンエティグッと迫ってくるイラブ。ブル。ナイスアレンジ。ひねりを加える大城雄太。これも60からいっていいと思いますけどね。ああサイドに抜けてもう20ですね。さあもう一本20。さあトップダブルきっちり決めてきます。さあそして泣いても笑っても最終レッグコークチョイス。お、これは大城い明かり少しビハインドって感じかな。うわすごいこの応援声援これやだね。佐藤かすみちょっとかわいそうだねこれね。ダメだこれやみたいな顔してね。お、なんだかんだ言って王鵬上里選手ももつれてますね。 2-0 からの、うん、さあこれはどうなってんですかね。いや俺ゼロワンの方が良さそうな感じしましたけどね。大城雄太クリケットはやっぱり横ミスが多いですもんね。それが気になる大城雄太。
絡まずですね。これは一度言った次第でこれは一気に走れるチャンス。そうですね、これじゃあ、え、面白い、分かる、すごいすぐ分かりやすい。このかすみちゃんかわいそう、こんな大騒ぎされて。3本使った、これこのへこみ方が激しいよね。お城雄太へこむお城。さあこれオーバーカットできるでしょう。さあどうする、カットの、オーバーカットではなくてカットまでですね。さあお城雄太どうする、いちいちひねるな、お城雄太。さあここでカットに、おお、なんか激しい応援、これ誰が誰の応援してるわけ。あ、ワイド、なんで知ってるのじゃ。そしてビークラン、いやーやっぱすごいな、お嬢さん入る顔になってるもんな。さっきも言いましたけど、なんかこうクリア入るなっていう、なんかこう前のこうなんか雰囲気がちゃっとね、こういうことができるんですよね。まあ、ただね、このようなミスがね、あるのでね、いや調整能力がいいのでね、大城選手が。さあこれで大城雄太が、ミスがなければあまりなしだったんだ。何笑ってんの、ご機嫌やね。集中しないとやばいよ、足元すくわれるよ。王鵬のあのこの負け笑いしたね今ね。あ、負けたかみたいな話。お、なんと大城雄太久々の決勝進出。